然燃え出す延長コード、飛び散る火花と煙。こんな事故があなたのお宅でも起こるかもしれません。コロナ禍でその危険が高まっているといいます。火事から家を守るためにするべきこととは。テーブルタップや延長コードなど配線器具からの出火の実験映像です。パソコンや暖房器具などでタコ足配線になり、電源コードがぐちゃぐちゃになった部屋、つまずいてプラグが曲がってしまいました。そのまま延長コードに挿してしばらくすると、接触不良が原因で出火したとみられます。また延長コードに電気ストーブやこたつ、電気ポットにテレビとタコ足配線でつないで使用していると、延長コードの最大消費電力1500ワットを超えショートしたとみられます。実験を行った製品評価技術基盤機構 NITE によると、このような事故は冬に多く起きているといいます。暖房器具などで電気を多く使用し、タコ足配線になりがちだからです。そしてこの冬は特に危険だといいます。でまた在宅勤務によって会社から支給されたパソコンなどをつなげたり、作業環境を整えるために照明を追加したりとか電気ストーブを追加したりしたりすることに、テーブルタップや電源コードの事故が例年以上に増えるのではないかということを懸念しておりまして。あなたのお宅のコンセント周り大丈夫ですか？在宅勤務であれですよね、パソコン会社からのものとか、あとタブレットとかですね、いろいろ支給されるので、それでまあタコ足、もうストーブとかそのリモートの授業とか全部一緒にやっちゃってるんで、容量を超えて熱くなっちゃってたりとか。熱くなりますね。あのスマホの充電器と、あのライト あのコンセントと全部挿してて、その時は結構熱くなって、で最近はちょっと、まあ、全部挿すっていうのはやめるようにしてます、ね、家を火事から守るためにはどうしたらいいのでしょうか？でもどうしても壁コンセントの数っていうのは限られていますので、はいはい、あのテーブルタップ延長コードやテーブルタップを使う際には、あの最大使える、最大の消費電力の範囲内でお使いいただきたいというふうに思っております。使ってない、電気製品のプラグは抜くことが大事ですね。他にも配線器具の周りは掃除し、埃がたまらないようにすることも大切です。またオンオフのスイッチがついた配線器具を使うことで、過重な電気が流れないようにすることも有効です。コロナ禍の冬はコンセント周りに要注意です。